どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典、こちらがですね2022年のが発表になりましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典ですね、こちらプラチナ、チタン達成するとね選ぶことができるチョイス特典っていう風になっているわけなんですけども、2021年にですね、ちょうど1年前ぐらいですかね、こちらの動画出させていただいたんですけども、2022年版がですね発表になりましたということで動画やっていきたいなと思うんですけども、最初に言っておくとですね、ほとんど昨年と変わっておりませんので、もしね昨年の動画見られて、ある程度ねこの年間チョイス特典っていうのがどういうものかっていうのが知っている方はですね、そっとね動画閉じていただければなという風に思いますので、もしね最近マリオットボンボイプレミアムカードね発行された方であったりですね、今年ね50泊してプラチナステータス狙おうとしている方、またねチタンとかね狙おうとされている方はですね、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。それではまずこの年間チョイス特典っていうものはどういうものかっていう話なんですけども、マリオットボンボイホテルに年間50泊するとプラチナステータスになりますよね。で75泊ね宿泊していただくとチタンステータスにねなれるわけなんですけども、この50泊とですね75泊達成した時にですね、この年間チョイス特典っていうのがもらえるっていう風になってるんですよね。で名前の通りですね、年間チョイス特典ということで、選択肢の中からですね一つね選んでいただくっていった形になります。でこの年間チョイス特典っていうのはプラチナステータスにね達成した時にねもらえる特典っていう風になるわけなんですけども、こちらプラチナチャレンジってありますよね。こちらで達成した場合はですね、残念ながらこの年間チョイス特典っていうのはもらうことができないっていう風になりますんで、純粋にね1年間に50泊ねしたらですね、プラチナステータスになってこの年間チョイス特典がですねもらえる。またねチタン75泊ねしていただければチタンステータスになって年間チョイス特典もねもらえるっていった形になります。で今ね宿泊実績2倍キャンペーンやっておりますよね。このカウントで2倍になった分はねOK なんですけども、このプラチナチャレンジでね10何泊して達成してプラチナになられた方はですね、残念ながらねもらえないっていった形になります。それでは次にですね、この年間チョイス特典っていうのはどういった感じでね付与されるのかっていう話なんですけども、こちらねメールが届いて、メールに記載されている URL を、アクセスしていただいて、でログインしていただいて狙んでいただくっていう感じなんですよね。でメールでねこの特典がね送られてくるっていう風になりますので、このねメールで来るっていう点ね覚えておいていただければなと思います。まあ一応ねこの年間チョイス特典の公式サイトっていうのも存在しておりますので、まあ達成したらですねそのサイト概要欄に載せておきますんで、そこでねちょくちょくチェックしていただければですね、取り忘れるみたいなことはねないのかななんていう風に思うんですけども、一応達成するとですねメールで送られてくるっていう風になります。で私がですね昨年2021年ねプラチナ防衛したわけなんですけども、2021年の10月に防衛して、でメールが来たのもですね2021年の10月のね中旬ぐらいにはメールがね来ているっていう風になりますんで、割と早い段階でねメールで案内来るかななんていう風に思うわけなんですけども、一応ねこちらメールで案内が来てまたね選択していただくっていう風になりますんで、これね選択しないとですねスイートナイトアワードっていうね5泊分ねもらえる特典が選択肢の中にあるんですけども、何にも選択しないで2023年の1月の8日13時59分までにですねこちら選択していただかないとですね、こちら自動的にスイートナイトアワードがね付与されるっていうシステムになってるんですよね。ですのでもしねスイートナイトアワードがねいいっていう方はね別にそれでいいんですけども、一応ねこの期限を過ぎてしまうとですね選択することができなくなるっていう風になりますんで、まあこのメールでね来るっていうこととですね選択する期限がねあるっていうことはですね、ぜひ頭入れといていただければなと思います。今年2022年に、ね、関しては2023年の1月の8日13時59分までにね選択する必要があるっていった形になります。それでは年間チョイス特典の内容にね入っていきたいなと思うんですけども、まずプラチナステータスをね達成された場合には次の項目からね選ぶことができます。まず一つ目がエリートナイトクレジット5泊分ですね。こちら宿泊実績ですね、5泊分がもらえます。次にマリオットボンボイのホテルブランドのベッド割引 40% オフですね。次にシルバーステータスの付与、次にマリオットインターナショナルの社長兼
CEO だったアルネ・エム・ソレンソンさんの、ホスピタリティファンドに寄付100ドル、もしくはユニセフに100ドル寄付、もしくは、世界野鳥生物基金への100ドル寄付、もしくはスイートナイトアワード5泊分といった形になります。で、こちらのですね、まずシルバーステータス付与に関してはですね、こちら有効期限1年間なんですけども、誰かにねシルバーステータスをね上げる権利っていうのが獲得することができます。またですね、スイートナイトアワード5泊分ですね、こちらも有効期限が1年間っていう風になっておりまして、2023年の12月31日までにですね、このスイートナイトアワードね利用していただくっていった形になります。まあこういった形でね利用していただければなと思うんですけども、宿泊実績5日分に関してはですね、プラチナステータスになって、その後チタンとかアンバサダーとかね、その先のライフタイムステータスとかね、そういうのを狙っている方はですね、この宿泊実績5日分がねいいのかなと思います。またマリオットのねベッド、こちら 40% オフでね購入することができて、これねホテルブランドで全部ベッドが違うらしくてですね、それも選ぶことができるわけなんですけども、まあこれがね 40% オフでね購入することができます。これね 40% オフにはねできるみたいなんですけども、まあ送料別ということで、まあこの送料はねちょっといくらかかるかね全然わかんないですよね。私もいつかね一つぐらいねベッド買いたいなと思うんですけれども、まあ、まだね私ぐらいのチャンネル登録数ではねなかなか厳しいですね。で、次にですね、シルバーステータスの付与ですね。こちらはですね、マリオットの一般カード発行するだけでシルバーステータスになれますので、まあなかなかねおすすめできる点っていうのはね目立った特典もないので、まあこちらはねいいのかなと思います。で、他はまあ寄付はね、まあその期間に寄付ができるということで、まあ一番ねおすすめなのはこのスイートナイトアワードですね。まあこちら聞いたことある方ね結構いらっしゃるかなと思うんですけども、このスイートナイトアワードっていうのは優勝の滞在、ポイントの滞在、優勝とポイントの組み合わせたキャッシュ&ポイントの滞在、この時にですね、このスイートナイトアワードが利用することができます。こちらね、スイートナイトアワードをですね予約後に申請していただいて、ご自身がね泊まりたい客室、泊まりたいスイートですね選択していただいて、こちらね申請が通ると事前にね確約でスイートルームがね宿泊することができるっていうのがこのスイートナイトアワードっていう風になります。スイートナイトアワードね私自身も使ったことがあって、W 大阪ホテルですね、昨年宿泊させていただきましたけども、まあ概要欄にねURL 載せておきますんで、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、あそこもスイートナイトアワードでマーベラススイートだったかな、利用させていただきました。またね2021年ニューヨーク滞在でセントレジスとチャトワル、この2つはですねこのスイートナイトアワードね利用させていただいて、片方はジュニアスイート、一つは、グランドラックスルームだったかな、はい、そこはねセントレジスの方はですねスイートルームがね対象にはなってなかったんですけども、まあこの2つでですねこのスイートナイトアワードね利用させていただいたので、まあそちらもねご覧になりたい方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、このスイートナイトアワードっていうのはですね、ご自身でスイートを選べるっていう風になっているわけなんですけども、これね、スイートだけではなくて、プレミアムルームとかね、スイートルームとか、まあ、ホテルがね、指定した客室がね、利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、先ほど言った通りね、ニューヨークのね、セントレディスは、スイートルームがね、対象外なんですけども、まあ、それよりちょっと下のね、グランドラックスルームだったかな、はい、利用することができまして、そこからまたアップグレードとかもねいただいたわけなんですけども、まあそういった感じで全部が全部ねスイートルームだけっていうわけではなくて、プレミアムルームとスイートルームがね対象っていった形になります。で、こちらのね利用方法なんですけども、ちょっとねここに画面出しておきますけども、予約のね詳細を見ていっていただくと、スイートナイトアワード申請しますみたいな、そういったボタンがねありますので、そちらを押していただいて、ご自身のね希望の客室選択していただくっていった形になります。で、こちらはですね到着の5日前からですね、その客室が空いてるかどうかがね、向こう側で精査されて、もし空いていればですね、それが利用することができます。で、申請した後にですね、空室状況によってこちら利用できたり利用できなかったりですね、決まるわけなんですけども、こちらはね、ホテルが決めているわけではなくて、マリオットの本社、まあ本部の方でランダムでね、決められているっていう風になりますんで、これね、ステータス関係ないそうなんですよね。誰がこのスイートナイトアワードを申請したとしても、このランダムでね、この人が通る、
この人が通らないみたいなのがね、判断されるっていう風になりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただきたいなと思います。で、こちらね、空室状況を確認されるわけなんですけども、到着のね、5日前からこの空室のね、確認が入ります。で、これがね、ずーっと5日前からずーっと入ってですね、到着の1日前の午後2時、こちらでですね、ずーっとチェックされて、到着の1日前の午後2時ですね、こちらでもし空いてなかったらですね、キャンセルされるっていった形になります。で、スイートナイトアワーズね、キャンセルされたらですね、そのまま消滅するわけではなくて、アカウントにね、またスイートナイトアワーズね、1泊分が返却されるっていった形になってるんですよね。で、このスイートナイトアワードっていうのは、マリオットボンボイホテルプログラムに加盟している全部のホテルが利用することができるわけではなくてですね、もともと対象外のホテルっていうのがブランドでね、あるんですよね。まず、リッツカールト、あとプロテアホテルズ、これはちょっと聞いたことないですね。あとアロフト、エレメント、デザインホテルズ、オールスイートホテル、マリオットエグゼクティブアパートメンツ、マリオットバケーションズクラブ、エディション、リッツカールトンリザーブ、リッツカールトンディスティネーションクラブ、ランドレジデンスバイマリオット。まあこちらはですね、そもそもね、利用することができないっていう風になりますんで、スイートナイトアワードね、申請することもね、できなくなってるんですよね。まあ個人的にはね、リッツカールトンとかね、エディションとかね、ここら辺で利用することができれば非常に面白そうなんですけども、このリッツカールトン、リッツカールトンリザーブ、エディションとかね、こういったところでは元々でね、利用することができないっていった形になります。で、またですね、日本のマリオットボンボイのホテルでもですね、利用できるホテルと利用できないホテルね、あるっていう風になっておりまして、ここにはちょっと一覧で出しておきますけども、読み上げちゃいますね。シェラトン横浜、ウェスティン横浜、メズム東京、ウェスティン東京、シェラトングランデ東京ベイ、名古屋マリオット、フォーポイント名古屋、コードヤード名古屋、セントレジス大阪、ウェスティン大阪、W 大阪、JW マリオット奈良、スイラン、三井京都、シェラトン広島、シェラトン沖縄、イラフスイ、ウェスティン仙台、フォーポイント函館、ウェスティン留守ということで、日本国内でですね、このスイートナイトアワードはね、利用できるホテルっていうのはこれだけしかないんですよね。ですので、これ以外のね、マリオットボンボイホテルではこのね、スイートナイトアワードっていうのは利用することができないっていった形になるんですよね。個人的にはね、もうちょっとね、選択肢を増やしていただきたいなと思うんですけども、まあ日本国内はですね、こういった形になってるんですよね。もちろんね、こちらは日本国内のね、対象ホテルっていう風になっておりますんで、このスイートナイトアワード自体はですね、海外でも利用することができるっていう風になりますんで、まあ先ほども言いました通りね、ニューヨークで昨年使ってきましたけども、やはりね、海外で使えるっていうのはね、本当にいいですね。まあ私はね、一人で行ってますんで、また話は変わりますけども、こちらご家族でね、行かれる方とかで、スイートルームね、海外で利用できたりするとね、非常にいいのかな、なんていう風に思いますよね。それでは次に75泊ね、達成した時の年間チョイス特典ですね。5泊のエリートナイトクレジット、マリオットのベッド 40% オフ、で、ゴールドステータスの付与、あと寄付ですね、あとスイートナイトアート5泊分、あとワンフリーナイトアワード4万ポイントっていう風になります。このね、75泊チタンになるとですね、プラチナの時のシルバーステータス付与、こちらがですね、ゴールドステータス付与することができるっていう風になりますんで、まあ1年間ね、ご友人とかね、ご家族の方にゴールドステータスね、付与することができます。こちらもね、有効期限は1年間っていう風になります。まあおすすめとしてはですね、アンバサダー狙ってる方は、まあ、5泊のね、宿泊実績っていう風になると思いますし、まあそれ以外の方であればスイートナイトアワード、もしくは4万ポイント無料宿泊特典がね、いいのかなと思います。ゴールドステータス付与はね、まあいいかなと思うんですけども、まあマリオットプレミアムカード発行すればゴールドステータスにはなれますので、まあどちらかというとですね、こちらじゃなくてもね、いいのかな、なんていう風に思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイホテルの年間チョイス特典ね、2022年版がね、発表されましたので解説させていただいたわけなんですけども、まあ2021年度ですね、大きく変わったね、部分はなかったので、非常に安心しております。こちらね、一応毎年更新されておりますので、まあいつかね、解約とかもね、来るのかな、なんていうふうに思ってるんですけども、ひとまずね、2022年に関してはですね、特にね、大きな解約とかもね、なかったので、非常にね、安心しております。これからですね、マリオットボンボイのね、ステータスもう達成されている方もね、いらっしゃるかなと思いますけども、これからね、達成予定の方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。
ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。